はい、こんにちは、スプラートのめちゃんとめらちゃんです。ということで今ね、メキシコのソチミルコっていうところに来てます。いやー、何それ。嬉しい。は、嬉しいです。頭いかれたの今ね、ソチミルコのね、メキシコの可愛いお土産屋さんがいっぱいあるんでね。そう、お土産屋さんの探索、ね、まあ、ただ探索するっていうだけの動画だけどね。そうだね、まあ、めっちゃ可愛いものがあるからちょっとね。じゃあベロが可愛いものと俺の可愛いと感じるものをね、オッケー、一緒に探しましょう。3つ可愛いもの、可愛いものね、オッケー。でコメントでどっちがセンスがあるか。あ、私でしょ。いや、わかんないよ。わかんないかな。はい、あ、ちょ、可愛いの発見。どれ、ベロの1個目これ。そう、1個目マグネットだけど、マグネットフリーダのマグネット、これめっちゃ有名なんだよね。めっちゃ有名です。かわいいの発見。2個目、ベロの2個目。2個目、眉毛、眉毛つながってるじゃん。あと3つ目発見。どれ、早いな。あ、それ俺が発見。それかわいい。3つ目、うん、ありがとうございます。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 あ、オッケー、グラシアス。リリ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 リ、なんかちょっと変だね。どれ、変だけど可愛くない。どれ、豚、キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカ。これの勝ちだぞ。そうだよね、負けたらあれだぞ。何、チリだぞ。やば、2つ目、ピンクの可愛い。2つ目、はい、オッケー、勝ったな。これ3つ目、ウーパールーパー人気なんだよね。人気です、ね、ウーパールーパーここしかない。ということで僕の3つ目これです。ウーパールーパー。おー、すごいね、いいお辺のセンス。まあ、こんな感じはメキシコのお土産屋さん。あとプロレスのマスクもあるし。え、綺麗じゃね、めっちゃ綺麗だね。絵とかさ、マグネットとか。はい、ということで、はい、ということで、まあ、じゃあ3つずつは選んだ。3つずつ可愛いの選んだね。いろいろ可愛い。いろいろ可愛い。うん。普通になんか全部可愛い。普通にカラフルだし。ほんとね、うん、T シャツから、うん、マグネットも全部可愛い。ね。うん。はい、どっちが勝ったか。どっちが勝ったか。はい、お願いします。はい。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価。コメントもお願いします。ありがとうございます。アディオスアミゴス。